オリ3連勝。巨人オリックス1回戦、オリックスが巨人に2対0で勝利。オリックス3連勝いつぶりだよ。オリホー、東おめ。1-0とか2-1とかで勝ち切るのがオリックスの勝ち方。巨人今日はマジ何もなかった。完封負けが合わないか。2安打じゃ勝てまへんとホースマンだ。チャンスも丸ちゃんのとこだけやもんな。オリックス先発東、8回無失点。東ナイスピッチング。東に無理させて怪我も怖い。東も巨人戦で完封したかったやろな。オリックスマチャドセーブ。マチャド安定感やばい。マチャドエクスリ。明日マチャド違和感でそうなおかん。巨人先発戸郷、8回2失点。戸郷はほんと成長したな。戸郷が今年 HQS した試合7試合、勝ちついた試合3試合。戸郷実質8回1失点。オリックス打撃成績。西川先制タイムリー。西川覚醒しててくさ。西川4番が正解だったか。紅林ホームラン。紅林すごいな。戸郷ちょっと紅林舐めてたな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。